はい、皆さん、こんにちは。極貧弱小 YouTuber のゲソです。4月10日、日曜日ですね。まあ、そろそろ休みも終わっちゃうんでね。一本ね、ちょっと動画の方をテイクしていこうと思いまして、今、撮影の方を回させていただいております。で、本日はですね、先週ね、大量に届いた中華ゲーム機を、またね、紹介していこうかなと思ってたんですけども、まあ、今週に入りまして、今動画に映ってるね、こいつが、まあ、やっとこさね、到着しましたので、まあ、こちらの方を軽くファーストインプレッションの動画を先に撮っちゃおうかなと思いまして、今テイクさせていただいております。はい。で、こちらの商品はもう5ヶ月前ぐらいになるかな、インディゴゴの方で出資して注文をかけた、オーディンプロになりますね。やっと届きました。5ヶ月ぐらいかかりましたね。なんだかんだでね、いろいろあって、やっとね、私の手元にも届きました。ちょっとね、今ちょっとバックライト消えちゃったので、ちょっと電気をつけましょうかね。私のね、注文したのはね、ホワイトカラーのものになります。で、こちらが、届いたので、こちらのね、ファーストインプレッションの方を伝えていこうかなと思います。で、まずこちらをね、購入した経緯からね、少しお話ししていこうかなと思うんですけども、以前から私の動画をね、ご覧になっている方は、ご存知かもしれないんですけれども、私の方はね、もともとね、エミュレーターで遊ぶのであれば、Android のね、スマホを、中華ゲーム機化してね、遊ぶのが最もコストパフォーマンスがいいですし、価格もリーズナブルに済みますよってことでね、スマホをね、使ったエミュレータープレイをね、推奨していたんですよ。で、その中で、まあ、Android のね、中華ゲーム機がちらほら出てきたので、まあね、一体どれぐらいの性能があるのかっていうことを、まあ、こちらを購入する前のね、事前検証で動画にたくさん出していて、まあ、こんなものしか動きませんよっていうことで、まあ、価格もちょっとまあ、その性能には見合ってませんよっていうことで、レビューさせていただきました。で、ただ、中華ゲーム機の中で、Android ベースの中華ゲーム機をもし買うんであれば、まあ、このオーディン、現状ではこのオーディン一択でしょうっていうことで、おすすめさせていただきました。で、私の方でね、やっぱおすすめした以上は、実際購入して、どういった感じのね、中華ゲーム機なのかっていうのを、やっぱりね、皆さんにお届けする義務があるということで、ちょっと自腹を切りまして、購入をしてみました。といった経緯でね、購入した商品になります。で、まあ、ちょっとね、いろいろ見ていこうとは思いますが、まずね、は、率直なね、意見をまず、ファーストインプレッションで、述べさせていただきます。まずやっぱりね、私が以前動画で紹介した以上でも以下でもないっていうものです。私がね、以前紹介したのはちょっとね、前から失礼します。こちらのね、スマホ、ゲーム CI、X2。これに、スマホの、ソニー、Xperia、Z2。これがね、今アタッチされている状態になります。で、この Xperia Z2 なんですけども、全くね、このオーディンと内部構成一緒です。スナップドラゴン845のアドレノ630を積んで、内部ストレージの方はね、こちら 64GB しかないですけども、UFS のストレージなので、転送速度も全く一緒。なので、できることはね、これとね、おそらく全く一緒でしょうっていうふうに、まあ、お伝えしていたんですけども、軽くね、届いて、検証させていただいたんですけども、やっぱりこれと全く一緒ですね。こっちで快適に動くものは、このオーディンでも快適に動きますし、こっちで、快適に動かない、もしくはもうまともに動かないものは、こちらのオーディンでも動きません。で、一応オーバークロックモードとかついていますけども、まあ、こっちでもね、セット CPU なんかを使えばオーバークロックはもちろんできます。できるんですけども、スマホとかね、バッテリーの寿命が著しく、短命になってしまうので、私はお勧めしません。なので、やっぱり、オーバークロックをかけない状態でどこまで頑張れるかっていうのが勝負の際になると思いますので、そういった面で言うと、スナップドラゴン845は正直やっぱり満足のいく、CPU ではない、という形ですね。で、スマホを買ってゲームアタッチをするんであれば、スナップドラゴン845はおすすめです。なぜなら、めちゃくちゃ安いからです。スナップドラゴン845のスマホっていうのがむちゃくちゃ安いからです。なんですけど、スナップドラゴン845相当のね、ソックを積んだ中華ゲーム機は果たしておすすめなのか、お買い得なのか、コストパフォーマンスが高いのかっていう面で言うと、まあ私は正直、思いません。そういうふうには。なので、
現状ね、やっぱり Android ベースで、エミュレーターを遊びたいんであれば、もうスマホ一択ですね。まあ、スマホもしくはタブレットですね。はい。この、二択ですね。私の中では。スマホかもしくは Android タブレットを買って、Android のエミュレーターで遊びたいんであれば、プレイしましょうっていうのが私の、まあ、率直な感想です。はい。ということでね、まあ、とはいえ、まあ、このね、オーディーンは、なかなかね、いい商品だとは思います。コスパ云々別にして、ビルドクオリティとかもかなり高いんで、そういったところをね、ちょっと今日は先に軽く掘り下げていこうかと思います。で、エミュレーターの動作検証なんかはもうすでにね、先行していろんな YouTuber の方が出してますんで、まあ、私の方は急がずに、じっくり、設定なんかも最近、エテレス X いじってないので、じっくりちょっと設定もね、突き詰めて、また、再度やった後で出そうと思います。で、アドレノを積んだ、Android ベースのガジェット用に、Atlas X のターン IP っていうのが出てるので、このターン IP っていうのが、そのアドレノ専用機に対しての、なんていうんですかね、特攻を持っているような感じの、バージョンになるので、このターン IP を使って、こいつにね、導入して、いろいろちょっと設定いじりながら、どこまで頑張れるのかっていうのは、後々のね、検証で、やっていきたいなと思います。ということで、まあ、今日はね、まずは、ビルドクオリティ、このあたりを見ていこうかと思いますので、最後までお付き合いいただければ幸いです。それでは早速行ってみたいと思います。どうぞ。はい、それでは早速ね、本体の方を見ていこうと思うんですけれども、まずね、最初に届いて思ったのね、かなりでかいなって思いましたね。想像してたよりもね、相当大きかったです。っていうのは、まあ、これモニターの方が 5.9 インチ、まあ、6インチ近くあるモニターになるので、かなりね、やっぱり大きいですね。それに合わせて。ちなみにですけども、これがね、パーキリさんの X2 っていうね、スイッチをね、丸パクリした、大きさも全く一緒の7インチの中華ゲーム機があるんですけれども、これとね、比較してみるとね、かなりその大きさわかると思います。ちょっとね、これ、はけさせていただきますね。こう、重ねてみるとね、わかるんですけど、ほぼほぼ、このね、7インチのものと一緒っすよね、大きさ。こんな感じで。まるっとね、重なっちゃうぐらいです。だから若干ね、この7インチのスイッチよりも、小さいかなっていう感じですね。ほとんど遜色ないっていう感じですよね。もう一つぐらいね、ちょっと比較に出してみようかな。先日購入したこのね、パーキリー X30 機。これが、ね、初代 PSP と全く同じ横幅のサイズなんですよね。まあ、ほとんどまあ高さも一緒で、PSP とね、まあ、ほとんど一緒って感じの大きさなんですけど、これとね、比較してみるとね、こんな違うんですよ。ほら。こんな大きいんですよね。だからね、相当大きいっすよ。イメージとしてだから、通常のスイッチよりは少しだけ小さくて、スイッチライトよりはね、でかいはずです。スイッチライト確か 5.5 インチなんで、あれよりはね、でかいと思いますね。はい。といった感じでね、かなりね、想像してたよりも、お、でかいなって思いましたね。はい。というのがね、まあ、大きさのファーストインプレッションでした。次にね、じゃあ、ポート周り、まず早速見ていきましょうか。はい。じゃあ、本体の下部から見ていきたいと思います。本体下部から見ていきますね。中央に、バッテリーチャージ兼、データ転送用の OTG の C タイプの穴が一つ開いてます。で、その左隣ですね。ここにイヤホンジャック 3.5 ミリですね。のものが、ついてますね。で、下部はね、ポートに関してはこの2つだけですね。あと下部にですね、左と、それと右ですね。こちらにスピーカーの穴が開いてます。で、この下からね、音が出てくるような感じになります。はい、これはね、個人的に言うと、ぜひね、ちょっと配置を工夫して、正面のね、こことかにつけていただければもっと良かったかなと思うんですけども、まあ、音自体はね、後で説明しますけど、悪くないです。はい、次に上部見ていこうと思います。はい、いやー、カメラがブレるな。はい、ごめんなさいね。これね、白だから分かりづらいですよね、全体的にね。右上の方に、パワーボタン、電源ボタンですね。これがついてます。で、それとその隣に、プラスとマイナスの音量ボタンですね。これがついてます。はい。で、ここにね、排熱の穴が開いてるような感じになります。はい、
で次に左端に行くとですね、これがねちょっと私は個人的に嫌いなんでやめてほしかったんですけども、ここ蓋がついてまして、TF カードと、HDMI の、ポートですねがついてます。ちょっと蓋開けてみますね。これね蓋やめてほしいんですよねマジで。ちょっと開けてみますけど、めちゃくちゃ硬いんですよね。まずこんな感じで TF カードと、HD ポートが、ついてます。で、このね、要するにこれですよね。プラスチックの細いこの紐みたいので、こう固定してるんですよね。この蓋のタイプのやつって。で、これって、ここがね、絶対ダメになってくるんですよ。絶対に。はい。で、最近のスマホでもこれ見ないじゃないですか。よくね、ソニーのエクスペリアとかがこれ好んでこういう風にやってたんですけど、最近のね、ソニーさんのエクスペリアとかもうこれやってないですよね。こう、剥き出しになってるじゃないですか。この辺の差し込む口が。もう全部、ほとんどのスマホが。私がね、メインで使っている、この、ギャラクシーなんかも、もうやっぱりね、こういうカバーつけてますけど、こういうね、そういう蓋はね、一切ないんですよ、やっぱり。もう、側面に、はい。っていうのも、さっき言ったように、紐みたいなところがね、絶対ダメになってくるんですよ。だからみんなやめたんですよ、どのメーカーも。はい。あそこがね、ダメになってきて取れちゃうから。はい。で、取れると、かえってこの、彫り込みが目立っちゃって、ここのね、フラットさがね、失われちゃうんですよね。であれば、もう最初から剥き出しでこうやって、穴をつけた方がいいだろうっていうことで。まあだからあれですよね。SIM カードとかをまあ、なんていうんですかね。入れる蓋ぐらいですよね。多分ついてるとしても蓋なんて。はい。なんで、ここはね、普通に別に剥き出しでもよかったんじゃないって思いますね。特に TF カードなんて、ロムのね、入れ替えとかで、差し替えたりするとか、データをね、入れたりするっていうのは頻繁に抜き差しすると思うので、これはね、ちょっとやめてほしかったな。別に、剥き出しでよかったかなって、個人的には思いましたね。はい。あとはね、ポートね、ほとんどっていうかないんですよね。もう横も別に何にもなくて、かなりね、シンプルな状態になってますね。はい。で、次にね、じゃあ、ボタン類見ていきましょうかね。はい。まずね、左下、十字キー、D パッドですね。これね、初めて見たときね、びっくりしました。これちっちゃって思ったんですよね。これなんで、人差し指で隠れちゃうぐらいのちっちゃさですよ。親指なんかも丸々隠れちゃうしますし、人差し指で丸々隠れちゃうんですよ。で、こんなちっちゃいの操作しにくいでしょって思ったし、あと、格ゲーとか、こんな、どうやって波動拳出すのとか思っていたんですよ。なんですけど、実際使ったらめちゃめちゃ使いやすいって感じですね。これびっくりしました。技とかね、めちゃくちゃ出しやすいんですよ。なんか、普通のあの十字よりも、このちっちゃいやつすっごい個人的には出しやすかったです、技とか。なんで、これはね、ちょっと意外でしたね。こんなちっちゃいの誰が喜ぶねんと思ったし、入力すっごいしづらそうだなと思ってたんですけど、これ意外や意外ね、操作しやすかったですね。はい。この、さっきの X2 と比べると、ほら、こんな違うんですよ、大きさ。十字の大きさ。もう一回り、ぐらいちっちゃいですよね。はい。なんで、これ絶対操作しづらいと思ったんだけど、逆にね、なんか、操作しやすかったですね。波動拳とかの技、コマンド系。あ、これは、あ、なんか、すごく、良かったなって思いました。こんなちっちゃくて、わ、なんかすごく嫌な予感があって思ったんですけど、予想を裏切られましたね。これは優秀です。この D パッド。丸ですね。はい。OK です。で、あとは左右にいつものね、スイッチタイプのこのアナログコントローラーがついてます。で、アンバニックさんのね、RG シリーズとか、パウキリさんの RGB シリーズに比べて、高さがね、すごくここ見てわかるとね、低く取ってあります。はい。で、これもね、私個人的には、低くても高くても、そんなにね、気にならない人というか、操作した感じね、悪くなかったです。ちょっとね、比較してみましょうか。これは先日届いたパウキリさんの、X15 っていう感じの、商品なんですけど、横から見るとね、これ割とこう高いのがわかると思うんですよね。はい。で、こっち見てみると、OD 見てみると、かなりね、これがパウキリ X15 です。で、こっちが OD なんですけど、かなり、ね、低いんですよ。はい。この筐体からここまで出てるこの部分がね、低めに取ってあるんですよね。彫り込みがかなり下げてあって、作られているので、ここの筐体とこのスティックのね高さがねほとんどないんですよね。1個分ぐらいかな、ボタン。通常この2個分ぐらいこう上背があって、こう
なんていうんですかね、ついてますよって感じなんですけど、これは深く掘り込んであって浅めに取ってありますね。でじゃあ浅いことによって動かしにくいのかっていうと、別にねそれは何にもなかったです。何にも感じなかったです。いつもと同じ操作感だなと。この X15 の高さぐらいのやつと全然遜色なく、何にも違和感は感じなかったし、正直低いから使いにくいっていうこともなかったですし、かえって高い方がなんかそっちの方が良かったなっていうのもなかったですね。なのでこの辺はね、個人の好みかもしれないんですけど、私は特に低いからといって操作しづらいっていうのはなかったですね、はい。で左右に今ついてるんですけども、押し込みにもねちゃんとこんな感じで対応してます、はい。でそれと次じゃあ右側見ていきましょうかね。まあ下にこのアナログスティックがついてるのと、あと ABXY ですね。これがね、これもねちょっとねボタンが見て分かる通りちょっとね小さいんですよね。小さめのボタンなんですよ。それによってピッチがね意外とこうボタン同士のピッチがね離れてるんですよ。これも離れてることによって同時押ししにくいかなと思ったんですけど、一つ一つのボタンが結構ね柔らかめに作ってあって押しやすいんですよ。なんで同時押しした時も前回ねちょうど RG300X でちょっとねボタン同士のピッチが離れてて同時押ししにくいっていう風にお伝えしたんですけども、これはねそんなことないですね。まあ、ギリギリですけど、ちゃんと親指1個でこう全部ねボタンを隠せるぐらいのピッチサイズになってるのでいけると思います。まあ、ただ私あれだな、手でっかいからな、もしかしたらちょっと指が小さい方とか手が小さい方は押しづらいって感じるかもしれないですね。私の指の太さであれば同時押し問題ないかなっていう感じですね、はい。大丈夫ですね、はい。でそれと上側にこのホームボタンですね、これを押すことによって、いつでもどこでも Android のホームメニューに戻りますよっていうボタンですね、はい。でそれと下側に、セレクトとスタートですね、これがついてます。この辺もまあ別に別段そんなに頻繁に押すボタンでもないですからね、はい、押しにくいなって感じのことはなかったですね、はい。でそれと次上部行ってみましょうかね。ショルダーボタン、L1、R1 が手前にありまして、縦並びで奥側に、L2、R2。これはありがたいですね。やっぱり PS2 とか、Wii とかね、その辺になってくると、この辺のボタンもね、やっぱ使いますので、ここにね、並んでるのはね、やっぱいい加減やめてほしいなって思ってますんで、個人的に。このね、やっぱりもう縦並びスタンダードに皆さんしましょうよ。はい。これがやっぱ押しやすいですね。で、まあ、ここの押し心地とかは特段、ここがまあかなり柔らかめに設定されてますね。こっちは別にまあ特段、押しにくさも押しやすさもないですけど、若干気になったのは、もうちょっと幅をこっち側に伸ばしてもよかったのかなって思うんですよ。っていうのも、こう思った時に、やっぱりね、ここで押すというよりは、この辺で押すんですよね、やっぱみんなね、LR って。ここでこの指の腹で押すっていうよりもここでカチカチカチって押すんですよ。で奥側は指の腹で押すっていうイメージなので、ここの手前に関してはね、この第二関節と第一関節の間ぐらいで皆さん多分ねこうやって押すことが多いと思うんです、こう持った時にね、はい。でアマニックはそこがすっごいよく作られてて、ここのカーブのあたりまでちゃんとボタンを伸ばしつつ、ここにね手がかかっただけでちゃんとカチッと押せるんですよ。内部のボタンはね、この辺に入ってるんですけども、多分ね、このアーチのね、曲線とかの角度とかで、うまいこと押せるように作ったんですよ、計算して。マジあれすごいっすね。もう本当あれ、特許取ってもいいっすよ、マジで。なので、こう持った時に、こう押す感じになりますね。だからこの、OD に関しては。ここではね、押せない。ここにほら、ないんですよ、ボタンのかかりが。なので、こういう感じでは押せないっすね。プレイしていて。こう押さなきゃダメ。だから若干、正直な話申し上げると押しにくいです、はい。この辺まで手を伸ばさなくちゃいけないので、こうプレイしてて、パパってここで押せない。こう指をこう、ちゃんと曲げて押さないといけないので、はっきり言ってね、押しやすいか押しづらいかで言うと、アンバニクスに比べるとかなり押しにくい、はい。ただ、ボタンの押し心地はもちろん悪くないので、しっかり押せます。しっかり押せるけど、こう操作しながら、いざね、押してみるとわかると思うんですけど、アンバニクスに比べると全然押しにくいです。はっきり言って。はい。っていう感じですね。で、まあ、ここの奥は、まあ、
ちゃんと指の腹で押すので、ここは押しやすいですね。大丈夫です。で、あの、初期ロット、この OD の初期ロットにね、この LR になんか不具合があったらしくて、内部のね、あの、ボタンのスイッチがすぐね、押してると壊れちゃうっていう風になんか不良設計だったらしいんですよね。中のボタンの耐久性が低くてすぐ壊れちゃうらしいんですよ。で、交換ね、したそのパーツを送ったんで自分で皆さん取り替えてくださいみたいな感じで、あの、第1ロット買った人にね、どんどん送ってるらしいんですけど、私のはね、第2ロットだったみたいで、最初からね、しっかりした作りになってます。かなりね、ガチャ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 押してみたんですけど、別に壊れることもなく、入力がおかしくなることもなかったので、私のこの第2ロットで届いたのは問題なかったです。だから帰ってね、あの、届くの遅かったですけど、第2ロットでなんか良かったなって気がします。はい。この辺に不良が見受けられないので、まあ良かったかなって感じですね。はい。で、次に話はそれました。ごめんなさい。背面見ていこうかと思うんですけど、背面にね、ここに左右に、ホットキーがね、ついてますので、好きなものを割り振って、こう持ちながら、後ろをね、この指でこう、カチカチって押せば、ホットキーも使えますよって感じなんですけど、まあ、そうですね、Windows とかじゃないんで、別にあってもなくてもいいかなって正直個人的には思いましたね。はい、ただバックキーとかに対応させられるんだと思います。はい、バックキーとか、あとタスク、出して、タスクキルとかね、かけたい時とかに使うのかなって思いますけど、まあ、別にこう、ピッてね、指でこう弾いてスワイプすれば、ここでも操作できちゃいますんで、まあ、お好みでって感じですかね。私はあんま使わないかな。はい、で、背面の方を見ていくと、ここのね、左右にこういう感じで膨らみがね、ありますんで、指をしっかりフックできます。こう持った時にね。これ表面のプラスチックが、つるっとしたね、感じの素材になってるんで、滑りやすいんですけど、ここのね、膨らみがちゃんとあることで、しっかりね、グリップできて操作しやすいですね。はい、ツルツルして、こう持ちにくいってことはないですね。このやっぱ膨らみがあるとないとでね、だいぶ違いますよね。はい。という感じになりますね。で、まあ背面には、排熱のね、穴、ここもそうかな、がいくつか開いてて、排熱処理もちゃんと施されてますよっていう感じですね。はい。で、素材の方を見ていこうと思うんですけど、素材の方はね、まあこれプラスチックなんですけども、まあ割とね、あの、しっかりしたプラスチックを使ってるなっていうのが見て取れます。っていうのも、この側のね、つなぎ目のところですね、安いプラスチック使ってるとね、ここがね、ボコボコしてるんですよ。あの、安いので、閉じた時に、ここのね、プラスチックの角が柔らかいので、安いプラスチックって、これね、ボコボコってしちゃうんですよ。あの、いい例が、パーキディの、RGBT MAX 2。あれを手に入れた時、つなぎ目見たらね、ボコボコしてたんですよ。なんでね、やっぱ叩いた時もなんだか軽いですし、あの、安っぽいプラスチックだったんですけど、これはね、しっかりしたこう、鈍い音がしてますんで、あの、中のね、あの、密度が濃い、ちゃんといいプラスチックを使ってるのが見て取れますね。はい。で、つなぎ目もこう、ボコボコしてないので、あの、まあ、高級なプラスチックってわけじゃないですけど、まあ、それなりにいいプラスチックを使ってるのかなっていうのが見て取れますね。といったところですね。あと、もう一つおまけとしてですね、これね、結構個人的に好きなんですけど、オーディンの、今こう、光ってるじゃないですか。これディフォルトだとね、光ってないんですよ。で、オーディンの設定で、こんな感じで今光ってないですよね。で、これ、こうね、任意に光らすことができるんですよ。これ、あの、ここのアナログスティックの下と、サイドのところに LED が入ってて、これちょっとかっこいいっすよね。意味ないけどかっこいいみたいな、はい。こんなね、ちょっとね、洒落た感じの仕組みが入ってます。はい、別にあの、ゲームとか、あのビルドクオリティには全く関係ないですけど、個人的にはまあちょっと好きですね。あと、ここが光ったらもっとかっこよかったと思いません？この OD のロゴが。ここはね、残念ながらただのプリントなんですよ。だから、まあ、ここもね、光ってかっこいいんですけど、ここもなんか、そういう仕様にすればもっとかっこよかったのになと思いましたね、個人的には。はい、せっかくここまでやったんだったら、結構ね、筐体値段するんで、後で言いますけど、あの、それぐらいまで凝っていただくと、うわ、すげえかっこいいとか思ったんですけど、まあ、そうね。まあ、個人的には好きです。こういうの。あの、嫌いじゃない。これね、はい、
まあ、もちろんこれつけてたら電池食いますんで、お好みでどうぞってとこですかね。ちゃんと切ることもできるんでね、常時オンっていうわけではないので、はい、っていう感じですかね。そんなところですね。あと次は液晶の方じゃあ見ていきましょうかね。じゃあちょっとね画面切り替えます。はい、ではね液晶の方を見ていきたいと思います。液晶の方がですね IPS 液晶になってまして、解像度が 1980×1080p、最新のねスマホに比べちゃうと、ま、やっぱ一つ劣りますけれども、中華ゲーム機市場のね液晶と比べるともうかなり抜群にいいですね。はい、まず大きさもね大きいっていうのと 5.9 インチで大きいっていうのと、まあ、解像度もね 1980×1080p っていうのはフル HD のね画質を映し出せるほど綺麗ですので、すごくいいと思います。で明るさもすごく鮮明ですし、こう傾けた時にね白っぽくなっちゃうとかそういうこともないので、かなりねいい液晶ですね。はい、ここにね多分一番金かかってるんじゃないかな。で、まあこうね見ていただくと分かるんですけど、今ねこれ PS2新女神転生ノクターン3マニアックスなんですけども、解像度ね、これ今、ネイティブのね、ものから4倍に上げてます。で、これぐらいまで上げると、はっきり画像の良さ分かりますね。はい、キャラクターの、テクスチャーとかがかなり綺麗に映ってます。で、まあ、この解像度で遊べるかどうかはまた別問題です。はっきり言って、この4倍にして遊ぶことはできません。はい、めちゃくちゃ呪いです。はい、なんですけど、わかるかな？キャラクターのね、テクスチャーがすっごい綺麗なんですよ。これ今4倍で映してます。ちょっとね、俺の、私のね、カメラが、しょっぱいんで、ちょっとどこまで映し込めるかわからないんですけど、これね、今4倍にしてます。かなりね、液晶綺麗に映ってるなっていうのがね、わかりますね。これちなみにちょっと1倍にしてみましょうか。全然、違いますよ。これがね、1倍っすね。もう汚いっすよね。テクスチャーがめっちゃ汚い。なんかぼやけちゃってますよね、全体的に。これがネイティブですね。だからネイティブの PS2 はこういう表示です。はい、で、解像度が低いと、このネイティブの、解像度の倍率を2倍とか3倍に上げても、あんまりね、このテクスチャーのぼやけた感じのものがくっきり鮮明に映るっていうことがないんですよね。解像度が低い場合は。だからやっぱり解像度高いとそういった感じのネイティブのテクスチャーから解像度をこう、上げていった時にくっきりはっきりっていうのがね、かなりわかると思います。これがネイティブ。もう一回、あれですね、戻しますね。4倍に。ちょっと見てください。これが4倍です。全然違いますよね。キャラクターの輪郭とか目とかがもうかなりくっきり映りますよね。はい、やっぱだからこれが 1980×1080p ある分の音景がこういうところにやっぱ出てきますよね。はい、かなり解像度だから高くて綺麗なモニターだとこういう感じで、テクスチャーのね解像度とか上げてった時に音景がねかなりはっきりわかる形で見て取れます。はい、ということでね、液晶はねすごくいいです。すごくいいんですけど、まあ後で説明しますけど、そのね液晶の良さを、残念ながらそんなにね発揮することがねできないのがちょっとまあ実情ですね。悲しいですけど、はい、という感じでね、液晶の方かなり明るくて綺麗で大きくて良いですね。はい、でこの液晶を使ってじゃあまあ何ができるんですかっていうところになってくると、そうですね。一番恩恵を受けられるのは PSP かなとか、あとドリームキャスト。このあたりですね。で、このあたりを解像度を2倍とか3倍に上げていったとしても、レドリームとかね、PPSSPP 自体が、エミュレーターの再現度が高くて動作が軽いんですよ。なのでテクスチャーの解像度を上げていってもこのスナップドラゴン845ぐらいでも、3倍はちょっとさすがにきついかもしれないかな。
まあ、ものによるかなって感じですけど、まあ、2倍だったら間違いなく問題なく安定して動きます。なので、PSP、ドリームキャストあたりは解像度を上げて快適に楽しむことができますね。はい。といったところで恩恵は受けられます。ただ PS2 に関しては、正直ね、このソックだと解像度2倍には耐えられません。はい。解像度を2倍にして、くっきりはっきりキャラクターのテクスチャーを表現させると、めっちゃ重くなります。で、その重さを多少軽減したかったら、ハードウェアからのエフェクト機能をオフにしてしまって、一部のね、エフェクト機能が表示されないっていう状態であれば、はっきりくっきりで、しかも快適にね、キャラクターとかを動かしてプレイはできます。ただ、一部のエフェクターが表示されないことによって、まあ、例えば建物の中にいるはずの人間が、なんかす、建物の壁がね、透けちゃって、中のキャラクターが見えちゃうとか、特定のシーンに行くと、足元のね、風に、例えば足元にもやがね、かかってるようなステージとかに行くと、そのもやが表示されないの、プラス、自分の足も一緒に消えちゃうとかね。まあ、そういう弊害が出てきます。その代わり動作はめちゃくちゃ軽いって感じですね。はい。ということで、まあ、この OD の解像度をいかんなく発揮して、フルに活用できるほどのソックは残念ながらこいつにはないっていうのが実情ですね。はい、だから、解像度ね、すごく高いの積んでくれて、ありがたいんですけども、いろいろね、鮮明に映ったりしますし、まあ、これで、YouTube のね、まあ、YouTube で別にこの 1980×、正直、1080が生きるかっていうと、まあ、正直微妙ですよね。だから、これで、そうっすね、2K の映画とかを見たいとか、メディアに入れてね。はい。っていう時には、まあ、1980×1080 の解像度が生きたりするかな。だけど、これでそれやりますっていう。それやるんだったらスマホでよくないですかっていうね。このコントローラーついてる意味なくなっちゃうからね。はい。なんで、そんな感じの実情ですね。だから、すごくいい液晶は積んでもらっているけども、それを遺憾なく発揮させるための、CPU のパワーがね、足りない。うん。それが実情です。はい。っていう感じで、液晶はね、まあ、とにかくまあ、液晶は大きくて、綺麗で、素晴らしい。っていう感じですね。はい。パワーはまあ、置いといて、まあ、液晶はすごくいいです。はい。とっても綺麗で、大きくて、見やすいです。はい。っていう感じになりますね、液晶の方は。はい。では次ね、内部構成の話にちょっと移っていこうかなと思います。またボケてるね。はい。じゃあ次行ってみたいと思います。はい。ではね、内部構成の話に行ってみたいと思います。冒頭でお話したようにね、こちらのオーディーン、私の方はプロを選んでます。プロの方が、標準の、セットアップですと、内部ストレージ、スナップドラゴン845にアドレナ630。それと内部メモリの方が、プロの場合だと、6ギガかな ?6 ギガか4ギガ、どっちかちょっと忘れちゃいましたけど、私の方は、スーパーパックっていう全部込みのやつを注文したので、内部メモリの方は8ギガ、マックス8ギガまで、増やせます。はい。で、そのフルパッケージにすると、勝手にメモリの方も8ギガのものに選ばれるはずです。確かね、ライトが4ギガで、プロが通常6ギガかな。で、オプション払うと8ギガにできる。もしくは、スーパーパックっていうのを選ぶと、8ギガになります。はい。で、内部ストレージの方は、標準だと126ギガなんですけども、こちらも、これはね、フルパッケージにしても、内部ストレージの方は、128のままです。なので、別途オプション料金を払うことによって256ギガまで上げられます。ということで、フルスペックに一応してみました。内部構成ですんで、もう一度、説明しますと、スナップドラゴン845、アドレナ630、メモリの方が DDR4 の、8GB、内部ストレージが UFS の、256GB という構成になっています。この内部ストレージが、UFS っていうのが非常に素晴らしい。ユニバーサルファクトリーストレージだったかな。これはね、転送速度がね、とにかく速い。EMMC に比べて全然速いです。はい。まあ、スマホに一般的に使われている内部ストレージになりますね。で、EMMC っていうのは、まあ、ちょっと古い規格になりまして、転送速度がね、TF カードと同じぐらいしか出ないので、ROM のね、移動とかに
結構時間がかかったりします。私が、持っている機体ですと、中華ゲーム機ですと、パウキリの X18S がそうですね。内部ストレージが eMMC なんで、まあ、とにかくロムの出し入れが遅い。遅いです。はい。なので、このね、UFS を使ってるのは素晴らしい。非常に素晴らしいです。はい。皆さんね、これだから、中華ゲーム機メーカー皆さん、この、eMMC 使うのもやめましょう。時代遅れです。はい。転送速度が遅すぎて物にならんので、必ず UFS を使いましょう。こちらのね、スマホももちろん UFS 搭載です。はい。という形の構成になってます。で、動画でね、以前お伝えした、この、ソニーさんの Xperia XZ2。これも全く同じ構成ですね。スナップドラゴン845にアドレノ630の GPU チップを積んでいて、メモリの方はね、こちらは 4GB ですけども、正直な話、今、このプレイしている、PS2 とか Wii とかゲームキューブをやるんであれば、メモリはそれほど関係ない。CPU のパワーが圧倒的に重要になってくる。ので、メモリが 8GB であっても 4GB であっても、じゃあこれメモリが2倍あるから、こっちで動かなかったゲームがこっちでバリバリ動くのかっていうと、そんなことはない。こっちで動かないものはやっぱりこっちでも動かないです。はい、どんなに頑張っても動かないです、はい。メモリっていうのはやっぱり同時にアプリを起動したり、占有率を広げるだけであるので、エミュレーターの動作には関わってこないです。ほとんど関わってこない。むちゃくちゃ重くなってくるゲームとしては、PS3 ぐらいからですね。テクスチャーの数とかポリゴンの数が PS2 に比べて圧倒的に多いので、やっぱりメモリの数は必要になります。それなりに。で、そこまで来ると、メモリが 4GB じゃ当然足りないよねっていう話にはなってくるんですけども、PS2 ぐらいまでだったら、メモリがもう 4GB あれば十分、ことは足りてます。8GB あっても 4GB あってもそんなに変わらないです。はっきり言って。だからそれが証拠に、こっちでやっぱり、快適に動かなかったやつはこっちでも快適に動かなかったんで、どんなに設定をね、いろいろいじったとしても。はい。という形で、一緒になります。あとは、内部ストレージがこいつは 64GB しかないですけど、こっちは標準で 128GB の、ボリュームアップしたんで256ということで、ストレージとね、メモリの方はこっちの方が多いですけども、CPU とかは全くこっちと一緒なので、エミュレーターの動作は全く一緒っていう形になりましたね、結果として。はい。っていう感じになります。で、あとは、じゃあ、性能とか、まあ、先ほどね、説明したビルドクオリティ、解像度なんかも含めてね、こいつがどうなんだってことですね。あ、ちなみにこれ液晶言っとくと、確か2100、いくつだっけな、2160×1080p かなということで、まあ、インチ数はね、こっちに比べてこっちの方がちっちゃいんですけども、解像度はね、一緒です。はい。ちょっと横長なので、解像度がその2100いくつかけるってちょっと変なね、形になってますけど、解像度は一緒ですね。はい。なので、モニターのサイズはこっちの方が大きいですけども、映りは同じです。映り方っていうかね、鮮明さはどっちも一緒です。こっちの方がより鮮明とかっていうのはないです。映りもどっちも一緒ですね。まあ、横長になってるか、まあ、16対9のね、通常の、よくある、液晶ブラウン管サイズになってるかっていう違いだけですんで、これはね、スマホ用に横長に撮ってあるので、その2100いくつかける1080p ってちょっと変なね、画角になってるんですけども、こっちとね、こっちらもう同じです。はい。映りは。はい。ということで、まあ、結局何が言いたいかっていうと、まあ、これとこれは一緒なんです。はい。それが言いたいってことです。これもこれもできるゲームは一緒です。はい。変わらないです。で、じゃあ、あとは、価格っすよね。価格がどれぐらいなの？これに比べてどれぐらいするの？で、これじゃあ本当にお買い得なの？っていうところが、まあ、今回の、まあ、争点というか、一番ね、重要視するところだと思うんですよ。まずじゃあ手前のね、こいつから見ていきたいと思うんですけども、この子はね、新品で買ったんですよ。で、新品なんですけども、訳あり新品なんですよね。通信制限が、かけられているものになります。要は、支払いが途中で滞っちゃったんで、SIM の通信をカットされちゃったやつですね。なので、SIM カードを入れて通信をすることができません。ですが、Wi-Fi につないで通信することは全く問題なくできます。ただそれだけです。あと内部、中身はもう全くの新品です。で、これが、確かね、いくらだっけな、これ新品で買って、6,500円だか7,000円だか、確かそれぐらいで買ったと記憶してます。はい。メルカリで買いました。はい。
で、まあ、新品の状態です、はい、でそれにこの外部アタッチコントローラーゲームシェア X2 これをつけてます。でこのゲームシェア X2 が、私が去年買った時は6800円ぐらいだったかな、はい、なので、まあ、こいつが7000円としてこいつも7000円として計算するとトータルで1万4000円でこれ揃えられてます、はい、でこの別に十字キーとかアナログとかも可もなく不可もなく全然普通に操作に難ありだなと思わずに使えてます、はい、片やじゃあ ODIN 見ていきたいと思います。 ODIN は今回フルパッケージで買ったのでフルパッケージではない時の値段を紹介させていただきます。 ODIN プロこちらの単体の価格ですね、単体価格、およそ35,000円。むちゃ高い。むちゃくちゃ高いっすよ。スナップドラゴン845ですよ。で、これだけじゃない。これに、送料がね、284香港ドルかかるんですよ。で、今、1香港ドルが 15.89 だったっけな。だいたい16円ぐらいです。で、だから284香港ドルってことは、284×16 ですよね。送料がね、4500円ぐらいかかるんですよ。なので、おおよそ、手元に届けたかったら3万9000円かかるっていう商品になります。もう一度言います。この子、新品で買いました。これをつけました。トータル1万4000円。この子、3万9000円です、トータル。どうですか、皆さん。欲しいですかっていう話になってくるんですよ。はい、なんでね、まあ、ビルドクオリティとか操作感は、まあ、当然こっちの方が圧倒的勝ちですよ、はい、だって一体型になってるわけですし、さっき言ったようにこの十字キーとかね、すごい使いやすいんですよ、はい、だからビルドクオリティは間違いなくこいつよりもはるかに上です。これはもうね、どんなに頑張ったってこいつ勝てないですよ。だって一体型のゲーム機ってわけじゃないんだから、はい、なので一体型のゲーム機としてのクオリティはこっちの方が当然高いに決まってます、はいはい、なんですけどその一体感、ゲーム機という見た目であるっていうところに、だからこれよりもこれがさっき言ったように、1万4000円ぐらいですよね。でこれが3万9000円だから、2万5000円こっちの方が高いの か、 だかそういう見た目の一体感とかビルドクオリティとかに2万5000円あなたは払いますかっていうところですね。はい。で、私は残念ながら、今回のこの、私がね、今アンドロイドゲーム機の筆頭と呼べるのはこいつしかいないっすよって言ったんですけど、それを言ってしまった以上ね、皆さんにね、もしアンドロイドゲームの中華ゲーム機を買うんだったらこれ一択っすよっつって、進めてしまった以上、やっぱり買ってレビューする責任があるっていうことで私はこれを買いました。なんですが、私のいつものマインドというかね、そういうところの観点で言うと、私はこれはね、普段であれば絶対買わないです。もう間違いなく買わない。なぜなら、もうね、もっとね、わかりやすく説明していこうかなと思うんですけど、このじゃあ3万9000円っていう金を払って、じゃあもし、このスマホを買うんであれば、どんなスマホが買えるんだって話になってくるんですよ。で、このスナップドラゴン845って、もうね、4、5年前か。もう4、5年前になるのかな。の、4年まではいかないかな。3年、4年ぐらい。3、4年前ぐらいかな。の、当時のハイエンドスマホなんですよ。スナップドラゴン845って。で、もうスマホの移り変わりって早いんで、1年前のスマホって、もう型落ちも型落ちで、誰もイメージをしないんですよね、大体。で、3年前、4年前ってなってくると、ゴミみたいな値段で取引されてるんですよ、はっきり言って。さっきも言ったけど、メルカリで新品で7000円とかなんですよ。で、中古で言うと、もうほんとね、4、5000円でね、運よくゲットできる時もあるんですよ。なので、なら、このね、スナップドラゴン845っていうソックはね、型落ちでしかないんですよ。アンドロイドベースのガジェットの中では。はい、型落ちも型落ち、超型落ちって感じですね。でね、このスマホのガジェットって、
すごくね、はっきりカタログスペックで、評価できてしまうので、そこなんですよね。このじゃあまずね、スナップドラゴン845っていうのが、どれぐらいのね、パワーと性能なんだっていうのを見ていきたいんですけども、スナップドラゴン845はですね、アンツの総合スコアが大体ですね、30万前後の商品になります。で、CPU と GPU のパワーがどれぐらいあるかっていうと、まあ、CPU がだいたい10万前後。そして GPU も同じく10万前後。で、トータルのスコアがだいたい30万ぐらいなんですよ。だからメモリと、UX の評価の、数値がだいたい5、6万。で、CPU、GPU が10万ずつぐらい。っていう感じの商品なんですよね。はい。で、じゃあ、この3万9000円払ったら、どれぐらいのスマホ買えるのって思うじゃないですか。で、これ、まあ、やっぱりスマホの、パワーがあって低価格っていうのの代表格で、シャオミさんがいると思うんですけど、シャオミさんの、ポコ X、シャオミさんのポコ F3 が買えちゃうんですよね。で、ポコ F3 って、スナップドラゴン870を積んでるんですよ。で、スナップドラゴンの、この型番で言うと、この870っていうのが、スナップドラゴン世代の、この800番台の完成形って言われてるんですよね。このね、870の上に、スナップドラゴン888っていう、もうちょっとクロック数出るやつあるんですけど、排熱のね、処理がうまくいってなくて、熱暴走しやすいんですよ。なので、処理が重いゲームとかを2時間、3時間とかやってると、アプリがね、熱暴走のせいでね、強制終了しちゃったりするんですね。で、それに比べて、870は、排熱の方が、888よりも少ないので、バランスをね、見ると、870の方がいいんですよね。はい。なので、870が実質上の完成って言われてるんですよ。で、これの次の世代だと、もう、ジェネレーション1とかに移ってしまうので、またね、ちょっと違った構成とか、パワーの出し方になってくるんですけども、スナップドラゴン世代のこの800番台の世代の完成形は、やっぱりスナップドラゴン870なんですよ。で、この完成形と呼ばれる870が手に入っちゃうんですよね。で、POCO F3 の、8GB 搭載、256GB、メモリの方ですね。メモリの方が、8GB の、スナップドラゴン870を搭載して、内部ストレージが 256GB。これが大体ね、34,000円かなで手に入ります。で、じゃあ、パワーってどんぐらい違うのって思うじゃないですか。もうね、全然違いますよ。だいたいPOCO F3 の、このスナップドラゴン870積んだものの、アンツスの総合スコアはだいたい68万から70万出ます。先ほどのスナップドラゴン840、こちらは30万前後です。もうまるで違いますよね。で、CPU と GPU のパワーを見ていくんですけども、CPU がおよそね、20万前後出ます。で、GPU の方が22万から23万ぐらい出ます。手ぐらい違うんですよ。ほんと違うんですよ。で、これだとね、PS2 のスナップドラゴン845だと PS2 のタイトルで動かないのがね、結構多々出てくるんですよ。私の好きなバンピートロットとか、今回ね、検証で使ってる新女神転生3ノクターマニアックスとかも、解像度が1倍で、で、エフェクトの機能とかだいぶ切って、かなり快適に遊べるんですけど、もうね、スナップドラゴン870がマジですごいんで、そんなね、小賢しいことやんなくて全然大丈夫です。もうネイティブの設定で、いきなり解像度だけ2倍とかにしてもサクサク動いちゃいます。だからそれぐらい違うんで、やっぱり価格にね、見合ってないんですよ、このパワーが。で、さっきも言ったように、せっかく高い解像度を誇る液晶を搭載してもらっても、それを表示させるだけのパワーがこいつにないんですよ。だから、ちょっと残念ですね、私は。うん。だから解像度とかこんなにね、1980×、1080か。だからフル HD の解像度とか正直ね、いらなかったかなって思いますね。1280×720 ぐらいの、解像度のモニターでも、結局映せるものが、テクスチャの解像度が1倍とかになっちゃうんで、PS2。はい。なので、1980×1080 のフル HD にしたって、結局ネイティブの PS2 の画質でしか映せないんだったら一緒なんですよね。1280×720 で映しても。変わんないんですよ。うん。だからせっかくいい、大きくて、綺麗な液晶を積んでもらっても、
そこにお金をかけてもらったとて、パワーが追いついてないんじゃね、ダメなんですよ、やっぱり。なので、ちょっとね、残念だなって感じです。ちなみにですけど、私のこのフルパッケージの価格を あんまり言いたくないんですけど 送料込みだとね、スーパーパックがまず、4万5千円くらいするんですよ。その全部入りのやつ4万5千円くらいするんですね。で、それに、送料の248香港ドルですよね。4500円くらいまず上乗せされるんですよ。4万5千円のフルパッケージに送料が4500円。で、その時点でも5万近くなんですけど、それに加えて、自分ね、ストレージを256に増量したって言ったじゃないですか。それがね、確か300香港ドルぐらいかかってるんですよ。で、それを計算すると、さらに4800円、5000円近くかかってるんで、だからトータルで、これね、フルパッケージのスーパーパックっていうドックとか、HDMI の端子とか、全部、最初からついてるやつですね。それを頼んだんですけど、フルパッケージで5万5千円かかってます。送料も込みで。5万5千っすよ。ねえって感じっすよね。もうこれはだから、そうっすね。そんな感じっす。もう、あとはまあ、皆さんの お考え、次第ですけども、私はね、まあこれは、今回はまあこういう性能だって分かった上で買ってるので、私はまあがっかり感とかはまあないんですよ、はっきり言って。まあ分かってたんで、まあどういうものが動くかとか、分かってたんで、購入しても全然後悔はして、後悔っていうか、まあ、がっかり感、後悔はしてます。後悔はしてます。後悔はしてるけど、がっかり感はないです。もう分かってたから。で、皆さんに言いたいのは、結構、今、オーディンレビューされてる方いっぱいいて、PS2 とかもガンガン動きますよ、みたいな感じで、動画いっぱい出されてるんですけども、それを鵜呑みしない方がいいっていうのが、まあ、私の、なんていうんですかね、伝えたいことですね。Wii とか、ゲームキューブとか PS2、X18S とか、あの辺に比べれば、まあ動きますよ、そりゃ。X18S が、アンチスの総合スコアだいたい20万ぐらいしかないんで、それに比べれば、まあこれ30万ですから、そっちに比べれば動きます。動きますけど、所詮スナップドラゴン845だってことは忘れないでください。3、4年前のスマホと同じ性能なんだよってことを忘れちゃいけない。なので、やっぱり快適に遊べるかというと、快適に遊べないです、PS2。PS2 もそうですし、Wii もそう。だから、重たいタイトルは遊べないですよ、やっぱり快適には。さっきも言ったように、解像度落としたり、あとは一部のエフェクトを切っちゃったりすれば、動きがいきなり良くなりますけども、さっき言ったように、足のテクスチャが表示されないとか、建物の中の人が透けて見えちゃってるとか、そんな状態になります。まあ、ので、これでね、自分で買いましたから、いくらでも文句言えますからね。実際買ってますから。なので、私としては、やっぱり、Android ベースでゲームをやるんであれば、スマホでやろうぜっていうのが本音ですね。絶対こっちの方がいい。だって、ポコ F3 か。とか、もうね、マジで神ですよ。神スマホ。X3 も、ポコ X3 も860で、結構快適に動くんですけど、やっぱ870と比べちゃうと見劣りしますね。だから、やっぱ1万円差があるっていうのはそこにありますね。ポコ X3 はだいたい2万5千円から6千円ぐらいの取引価格なんですけど、さっき言ったように、ポコ F3 だと1万円ぐらい上乗せになっちゃうんですよ。3万5千円から6千円ぐらい。なんですけど、やっぱその1万円の差は歴然と出ます。スナップドラゴン860ってね、あれなんですよ。スナップドラゴン855にクロックかけただけのやつなんですよ。だから中身はね、スナップドラゴン855、855プラスかな？855の上に855プラスっていうのがあるんですよ。で、それをオーバークロックかけたのがスナップドラゴン860なんですよ。なので、やっぱり、二つ飛びぐらいになってるんですよね。やっぱり、性能が。なので、スナップドラゴン870と860の差はね、かなりでかいです。スナップドラゴン860でも、ほぼほぼ PS2 のタイトル快適に遊べるんですけど、一部ね、ものによっては解像度2倍に上げちゃうと、
重いとかっていうのがあるんですよね、結構。なので、870はね、それがないんですよ、やっぱり。うん。だから、このゲーム CX2 に、スナップドラゴン870を積んだスマホをアタッチして遊ぶのが、Android の、ガジェットで遊ぶんであれば、エミュレーター遊ぶんであれば、一番賢明な選択だと思いますね。まあ、こういうのもいいんですよ、確かに。まあ、ゲーム機で、さっきのね、このライトアップとかもかっこいいんで、まあ、いいんですけど、まあ、それだって、まあ、所詮おまけなんですよね。うん。で、じゃあコレクションしたくなるほどの、何かそういう RG の 300X みたいな感じの、こうコレクション要素をくすぐるものがあるのかって言われると、やっぱりね、3万、まあだから、この何にもセットない、オーディンプロのこれだけの状態だと、まあ3万5千円なんですけど、3万5千円にこのライトとかのこういう、まあちょっとおしゃれてるなっていうのとか、この十字ボタンがちっちゃいけど入力しやすいぞとかっていうのが、3万5千円を出して、それに見合ってるかっていうと、私はノーですね。こういうのはあくまでもアクセサリーってかおまけですからね、全部。この十字キーがちょっと動かしやすいぞとかっていうのは、私の中でおまけでしかないので、そこに3万5千円払いたくないですね、正直。やっぱり。こっち買いますよ、絶対。3万5千円だったら、まあこの、アタッチコントローラーは買えないけど、ポコ F3 が買えるっていうところで、うん、絶対これを買うんだったら私はポコ F3 を買いますね。はい、間違いない。うん、触ってみればわかります。マジで。うん、845となんかもう雲泥の差ですから。マジで。うん、もう、まあ、言い方すごい悪い言い方しますけど、もうスナップドラゴン845と870比べちゃって、もう845なんかゴミですよ。はっきり言っても。ゴミスマホです。こんなの今となっちゃう、はい。なので、まあ、もし、オーディーンでできるようなことが味わいたいっていうぐらいの方だったら、このスナップドラゴン845を何らかの形で安く手に入れて、で、このアタッチコントローラーを買いましょう。まあ、それが一番賢明です。安上がりですし。はい。はい。ということでね、まあ、散々ごめんなさい。こけ下ろしちゃったんですけども、まあ、それが実情です。はっきり言って。はい。ということで、まあ、一応ね、じゃあエミュレーターの違い、動作検証に、動作にね、本当に違いないのっていうところが、気になるところだと思うので、このね、二つを、実際に次はね、エミュレーター走らせて、違いがあるのかっていうのをお見せしていこうかなと思いますので、また次回の動画をお楽しみに待っていただければと思います。はい。それではね、本日は以上となります。本日のこちらの動画が皆さんの何かの役に立ちましたら幸いです。ぜひチャンネル登録していただいて、また次回をお待ちいただければと思います。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。